ようやく今シーズン1勝目です。長い長いトンネルをようやく出ました。出た甲子園でな、よかったね。まあ、甲子園ファンの力やな、うん、それとあの巨人戦にこの間からずっと言ってたように、まずは初回に点取れって俺ずっと言ってたね、初回で3回まで相手ゼロに抑えなさいってずっと言い続けて、ようやくやりましたよタイガースは。で3回までゼロどころか、この先発の西がやってくれた。今まであんまり西のことは出してなかったけど、こいつは密かにやろうとかやってずっと思ってましたで、とうとう西は9回完封ですよ。118球、もうナイスピッチング。118球で完封言うたらもうめちゃくちゃ上出来。全体的なピッチングは見たところでいくと低めにコントロールされてたと思います。よかった。で後半なんかはスライダーシュートとその辺も良かったと思う。最後まで投げ切った。で皆さんに言っとかないといけない、皆さんもご存知ですけど、初回の3点、このうちの2点は佐藤のホームラン。これは今シーズンの第1号です。1号です。 Z ちゃうな、これや。今年はこれや。あれね、カメラ目線でやんなあかんで、うん、な、それを今度から期待したいと。阪神は4対0ということでシャットアウトで勝ちましたけども、あのやっとあのなんだろう、ヒットと得点の効率のいい点の取り方ができました。見てください、阪神タイガース、ヒット6本、横浜ベイスターズヒット7本、ヒット7本、ヒットの数では横浜の方が多い、 DeNA の方が多い、ところが無得点。これはピッチャーが粘ったと思いますね。ピンチを迎えても無失点でなんとか粘った。逆にヒットの少ない6本しか打ってないのに4点も点取った。これ効率のいい点の取り方だね。今までとは真逆で、こんだけ効率のいい点の取り方をしたもんやから今日は勝てた。まあピッチャーが良かったというのはまずはあるけどね、今後もこういう試合をやってほしいなと思います。今日は本当に、ようやくあの今シーズン2022年、阪神にとっては今日が開幕です。この甲子園から再スタートでこの間言いましたよね。見事にやってくれました。甲子園勝ってよかったな。もう勝たへんかったらえらいことやで。これ今日負け出たらもうな、やばいで、帰られへんが球場から。ほんまやな、うん、よかった。ボードも送らず、よかった。はい、はい、明日も頑張ってほしい、勝ってほしい。